はい、皆さんお久しぶりです。お元気でしたか？茅森です。今日はね、アクションカメラについて熟考した結果、買ったアクションカメラがあるんですよ。それが GoPro8。 今これ撮ってるやつも GoPro8 なんですけども、なんかね、1台外で撮るためにちっちゃいアクションカメラ欲しいなと思ってて、オズモポケットと GoPro8、この2つをね、もう熟考に熟考を重ねてね、で最終的に GoPro8 を買いました。でこれね、なんで今更このアクションカメラ GoPro8 とオズモの話をするんだっていうところなんですけども、1年か2年ぐらい経ったので、値段がね、かなりその出た当時よりも落ちてます。なので今結構買い時じゃないかなと思って、でそれで購入しました。 GoPro8 を選んだそのポイントは何かっていうのを説明したいと思います。今ね、こうやって、もし今更ながら、GoPro8 かオズモポケットかってどっちか迷ってる方いたらね、参考にしていただけたらなと思います。まずは値段なんですけども、今アメリカにいるので、ちょっと日本の価格とアメリカの価格って、まあ、そんな大差ないと思うんですけども、アメリカの場合は、まあ、オズモポケットの場合は250ドルから350ドルの間では買えます。まあ、それはもちろん新品のやつもあるし、オープンボックスされたやつ、っていうのはちょっと安めの設定になってるんですけども、まあそのくらいの範囲で買えます。対して GoPro8 はだいたい一番安くて300ですね。300ドルから400ドルぐらいになってます。で、自分が買った時はね、ちょうど2週間前にメモリアルデーっていう、なんかそのアメリカの祝日があって、そのメモリアルのセールで出されてたんですね。で、その時に、まあ、GoPro8 本体と SD カードの 32GB のやつと、一つバッテリーがついてくるってね、その3点セットで300ドルだったので、あ、かなりこれは安い値段設定で買えたなって思いました。だから値段で比べるっていうと、そんなに2つとも大差はないと思います。で、広角問題なんですけども、やっぱ狭いカメラの角度のオズモか、広い広角の GoPro かっていう。これはね、やっぱ素人の自分からしたら、もうこうカメラパッと見えて、で、こうまあ全体映してもらえれば、それでいいかなっていう感じで、広くもできるし、狭くもこう自分でこう、段階でこう調整できるので、まあ大は小を兼ねるっていう風にして、使い勝手はいいなと思いましたね。色なんです。色味なんですけども、GoPro8 はね、本当にいい色ですよ。オズモポケットの場合はちょっとフラットっていう表現なんでしょうかね。そんなにね、色彩がバッてこう GoPro8 よりは、まあ、ちょっと白っぽく映ってましたね。自分はそんなにカラーグレーディングだとかカラーコレクションっていうような、まあ、ちょっとハイレベルみたいな、まあ、そういうところまではちょっといじれないので、なのでその白素材っていうか、その元々の素材をまあそのまま使えるっていう点では GoPro8 の方がまあ簡単だなと思いました。で、電池なんですけども、GoPro の場合はね、結構買わなきゃいけないですよ。ここはね、人によっては、ああ、嫌だなと思う点かもしれないんですけども、Osmo の場合は内蔵電池なので、まあ、充電してれば、まあまあ結構取れるらしいんですけども、その代わりこの充電が切れた場合は、なんかポータブルの充電器みたいなやつを持っとかないと、まあ、どっかでコンセント探して、まあ、その間は使い勝手悪いですよね。まあ、それに対して、GoPro8 の場合は、電池が、減りがめちゃくちゃ早いんですけども、まあ、その代わり電池を予備で持っとけば、もう、あとそれを入れ替えるだけで済んじゃう。またフルに戻るので、まあ、その電池を買う手間があるんですけども、まあ、なくなった時には、もう速攻フルにできる。金は使うけど、そういう利点はあるかもしれませんね。ただね、この GoPro8 になったら、電池が GoPro8 用の電池になるので、この電池の下がブルーの色なんですよね。でそれ以外の電池を、まあ、旧型モデルの電池を使ってしまうと、この GoPro8 の機能がなんかうまく働かない場合があるらしいので、純正を使うっていうことがね、望まれてるようです。なんかそういうちょっと細かいとか気になる人がいたら、まあちゃんと純正買った方がいいと思います。じゃあ最後にアクセサリー類ですね。 GoPro8 はね、やっぱりこう今までのこの蓄積っていうか、もうデータの蓄積があるのか、もうね、どんな自分がイメージして、あ、こういう風に撮りたいなとか、こういうのあったらいいなっていうのが、もうアクセサリーとして、あるところがもうかなり強いところだと思います。自分の場合はなんかジムに行って撮りたいなっていうのがあったので、でっかい三脚、等身大みたいな三脚とか持っていくと、やっぱり
ぱりなんかちょっと仰々しくなっちゃう。なのでなんかもうちょっと手軽なやつないかなって思ってた時に、もうこういったねすぐアクセサリーが見つかるんですよ。でこれもここに GoPro の本体をつけて、フレームになんかこうやってかけて、こう角度さえ合わせればちゃんと撮れますよね。こういったもう自分が、あ、こういうのあったらいいなっていうのがだいたい GoPro にはアクセサリーとしてついてますので、オプションがたくさんあるところはすごいいい点だと思います。とまあこの辺のところですね、こういうのをまあこう比べた時に GoPro の方が使いたいなとか扱い勝手いいなとかっていう風にして決め手になりました。ということでね、オズモポケットか、GoPro8 か迷ってる人いましたらね、まあそのような点で考えて、見てくださったらいいんじゃないかなと思います。それでね、実践編としてね、外で今日撮ってきました。ランに走ったり映りだとか色合いとか揺れとかそういうのがもう全部このままなので、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。どうも見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。最近買ったこのアクションカメラで、ビデオを撮っていきたいんですけども、ちょっと音うるさかったらすいません。いやーこれめっちゃいいカメラ。関連動画でオズモポケット VS GoPro8 みたいな比較のやつが出てきて、でそれでいろいろどっちがいいのかなって見るようになりました。自分が今これを買った時にはメモリアルデーっていう週末のホリデーがあって、そのメモリアルデー、セールみたいなやつで100ドルぐらい安かったんですよ。